どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。ね、6月に入りまして暑くなってまいりました。暑くなってきたというよりは蒸し暑いと言った方がいいですかね。で、それでですね、こう暑いのでね、こうちっちゃい扇風機を出してきてずーっとなんとかごまかしてきたんですけども、いよいよね、このちっちゃいのではどうしようもなくなってきました。こんなちっちゃいですからね、こんなちっちゃいんですよ。しかもなんかちょっと壊れてるし、角度によって止まるし。そこで今日は普通のね、大きい扇風機を出そうと思いますけどもね、ただ出すだけでは面白くないので、こう何分で組み上げられるのかとタイムアタックをやってみようと思います。でもちょっとここにもうすぐそこにあるので出してきましたので、タイムアタックをやってみようと思います。で、タイマーがですね、ストップウォッチなんていいもの持ってませんので、ちょっとこの iPod のストップウォッチ機能を使ってやろうと思います。映ってますかね、これを使ってやろうと思います。ではやってみましょう。あー食ったらね。さあ、果たして何分で組み上げられるのか。いきますよ、よーい、スタート。ホコリがすげえ、ホコリがやべえ。スイッチオン。プシッ。はい、ご覧のようにタイムは2分26秒でした。これは早いのか遅いのか分かりません。どっちなんでしょうね。はい、というわけで、扇風機を2分26秒で組み立てることができました。早いのか遅いのかは全くわかりません。ということで今回は、一人で扇風機早組選手権をやってみました。じゃあね。